じゃあとりあえずまあ次は召喚レポート打ち下げぐらいでおそらく勝てなきゃないと。ここのマップなんだろうね。まあそもそもまだチャドリーがいないけど、おお魚がいる。やっぱ FF7 は釣りがないよね。釣りがFF13 だっけ14だっけ、なんか釣りが体験版で結構釣りした記憶があるんだけど、沈めそっちか、よっおっしゃー、ケープズス、オラオラオラ、仕上げだ、当たれ、カモンよ、カッカッ、キル、成長させない、ここまでだ、じゃー、タケノコもそうだけど成長しちゃうと美味しくないんだよね。タケノコが成長したら何になるか知ってる？なんと竹になるんだよね。誰でも知っとるわ。いけるかな。ここだ。行くぞ。お、あるある、教えて、おじいさん。ゴンガガの祠では召喚獣クジャタの知識が手に入るはずです。クジャタは森の守護者として昔からゴンガガの地に語り継がれていました。すごい、昼休みに柔道部が体育館でやってた。魔法炉で事故があった時はクジャタの怒りを買ったせいだと大騒ぎになったそうです。クジャさんの心はアルファか、リズムゲーム。クジャだってどんなにだっけ。僕、クジャタだよ。三角四角丸、三角四角丸。三角四角丸、三角四角丸。迷った。あー、またやらかした。割と適当でもいいんですけど、やっぱバスト丸逆にしてるからな。なんでバスト丸強制的にね、決定と。ほんと俺いい加減にしてほしいんだけど。ゲームはおし面白いけど、バスト丸が逆だから0点です。召喚獣のデータを抽出しました。これで召喚マテリアを強化することができます。まずクジャタさんの方なんで、クジャといえばね、ファイナルファンタジー9のラスボスですよね。まあ正確にはラスボスじゃないんだけど。ね、ラスボスはペプシマンですけど、結構 FF ってね、一番最後にお前誰だよっていうのがね、割と出てくるゲーム多いんで、 FF4 のゼロムスとかね、別にゴルベーザでよかっただろうとかね、いいですと思う。割と急にさ、出てくるんだよね。え、4はゼロムスだっけ？さーて。こうがね。虫がでかいね。ねえねえ、ケプシー。実は私たちの居場所こっそり死んだに報告してるだろう。ギクほら見ろ、図星。もちろんさ、いやいや、まあ、軽いジョークやだな。てめえはなんだかんだ言って信頼性だ。超超小型の発信機内蔵でもおかしくねえ。ああ、それはないない。
プレジデントシンラっちゅう人は小さくできるもんも大きく作らはる人でした。くっ、プレジデント愛を語るんじゃねえよ、シンラの犬め。猫です。猫です。猫ですか。犬です。猫です。お、ライフスポーツ。あんまりね、あのオリジナル版のゴンガガは記憶に本当ないんだけど、どんなんだっけ。通り抜けるだけのジャングルだっけ。やったぜ。レポート来るかな。お、来た来た、ね、知識を得ましょう。ゴンガガの、さあ、ゴンガガは、イニシエの時代、セトラの、おセトラ覚えてますかね。古代史のことですね。セトラの流れを汲む人々により開拓され、争いを好まずひっそりと暮らすことを望んだ。森の中で木の実やキノコを取り生活していたんじゃぞ。共和国時代にゴンガガも、国営交通網が整備される予定でしたが、広大な森林に囲まれ大掛かりな道路を作るのが困難だった。まあそりゃそうですね。集落の規模が小さく、往来の必要性が低かったこともあり飛行場が作られました。ジュノンとシンラの間で、戦争が勃発した際は、ね、ゴンガガは、何も特にしなかったそうです。まあ田舎ですんでね、疎開先だったんですかね。降りる、うん、まあとりあえず適当に歩き回ってみましょうか。ここがあの女のハウスね。人面犬。あ、懐かしいなこれ。犬くん発見。伊蔵さん。やってる？やってない。村行った掲示板の後。ってかここが村か。あれ、あんなとこに。なんや、隠れ家みたいでときめきますな。村ここなのかな。まあでもここ森だからね、ここが村でいいのか。たくましく生きていく、そんな生活もありなのかもしれません。そや、シンラリゾートの新事業、田舎移住サポートプランとかどないでしょう。不自由という自由を楽しむ非日常のラグジュアリー。こんなご時世ですし案外儲かるかもしれませんわ。お、なんかある。ちなみに加工に問題はないはずだ。となると設計ミス。くそ、移送にはほど遠いな。さあ誰だ。田舎を舐めるんじゃねえ。武器に隠す狙い。武器職人。え、なんだあんたら。悪いが今の。あんた、その手。バレたかな。武器になってるのか。ちょっとよく見せてくれ。おお、接合部のアダプターは汎用か。つまり武器の乾燥可能。傷だらけだ。あんたこいつをつけたままあちこちぶん殴ったりしてねえか。まあたまにな。そんなことすりゃ衝撃で骨がもたねえ。でも見ろ、ここだ。この特殊なシリンダーで衝撃を吸収しちまうんだ。なあ、どこの誰が作ったんだ。古い知り合いだ。今はどこにいるんだか。ああ、ちょい待ち。できた。悪い悪い、俺は伊蔵ってんだ。究極の武器を目指して試作を続けてるんだが失敗続きだよ。でもあんたのおかげで一歩前進できそうだ。勢いのあるうちに作りたいな。
あんたらちょっとそこいらで材料を集めてきてくんねえか。どうしてこんな場所にいるんだい。俺はもともとジュノンの生まれなんだが、あそこはいろいろと規制が厳しいんだ。で、好きに武器が作れる場所を探してるうちにこんなとこまで来ちまったってわけだ。偏僻すぎて材料の調達には手を焼くが、って感じ、なかなか悪くね。変換したことすらないよ。無骨な作りに見えて細かいところまでよく考えられてやがる。誰が作ったんだろう。そういや、作ったのは全く別の門を専門にしてる技師だろう。武器屋には思いつかねえぞ。これは究極の武器とは。俺が人生をかけて目指してる代物さ。まだ先っちょもつかめてねえから、どんな武器かって聞かれてもうまく答えられねえけどよ。オリジナル版の時はね、バレットの最強装備カタストロフィーね、覚えれるようになりましたね。材料探しくらいなら手貸してやってもいいぜ。それありがたい。材料の調達場所をメモしておいた地図が物置小屋にあるからよ。まずは小屋に行って地図を探してみてくれよ。物置小屋ってさっき閉まってたとこかな。あ、さっきあのケットッシーが、ね、田舎移住プランって言ってたけどね、大体田舎に行ったやつは田舎のね、あの閉鎖されたコミュニティに馴染めずに、で一回確かにな、挫折してまた都会に帰りますね。でも俺も丸くなった。昔だったら邪魔くせえってぶっ放して終わりだ。昔だったら今もね。過ぎればみんな昔話だ。これだ。暗い暗い暗い。どこだよ地図。流鉱石。伊蔵が言ってた地図ってのはこれだな。じゃ早速調達に行こうぜ。だいぶめんどくさくね。まあまあ行きましょうか。よし、まずはこれかな。マーク、こういって、もう早速わからんけど普通にここか。うん、ここでしょ、こうでしょ、こっちか。一つ目、はい、二つ目、これを左に。で、そこの奥を右に。インド人を守る。で、そこを左に。いやー、二手に分かれられない。そこを右に行くのか、上に行くのか。目的地は右上に行くのか。この辺りか。上から来るぞ、気をつけろ。結構いる。多いな。知らないよ。どけどけ。とりあえずいつもの見破る。確実に。まあ弱点は風でしょうね。プラズマチャージ、雷を頼んだぞ。はいはい、届け。え、軽い。とりあえず適当にヤロラかまして、誰でもいいから死ねや。ゴルラーでビューッとね、よろけてる。いいダメージ。協力してこ。おう、任せとけ。ぶっ放す。
オラオラオラ、なんだ集中砲火だ、覚悟しな、飛んでけ、来い、はぁ、いけんだろ、引き受けた、連携しよう、いいとこ、見せなきゃ、無駄分が多すぎる、あれ、そこから狙える、頼られちゃうな、とりあえず一体ずつ、な、食らえよ、俺が出た。それで落ち着いていけ。はいはい。いっけ。いけそうかな。俺の道場だ。おい、死ぬ死ぬ。そこだ。当てに行くぜ。フェルバー。あんまりフェルバーって言えないよ。期待してるぜ。チレッエアロチェン切るんだ、そこだ、頼んだぞ、いいとこから狙える、頼られちゃうな、狙おうよ、本番はこっからだぜ、どうだ、当たれ、ああこんなもんよ、バレットのフェールバーフ、よし、どっちはどうだ、俺が出る、させようと、落ち着いていけ、はいはい、この状態で俺の道場だ、フェールバーストをかまして、とっておきだ、外したぞ、どうだ、そこだ、いけんだろ、やってやる、決める、しゃあ今日も絶好調だぜ、今まで散々無茶してきたが、故障一つしたことね、確かに大したもんだぜ、相棒。まだ8分の1なんですけど、今から見つけるのかな。バレットか、ガトリング。あ、一応増えはしてるね。これか、残りも集めるぞ、2個しかございません、上に登ってみますか、なかなか8個はめんどくさいですね、ブドウみたいだね、色的にもでっけえブドウだぜ、取れよ、アスイッチ、お、見ろよ、依存のとこに戻るとするか、あ、戻るのはファーストトラベルで一瞬なので、おっと、まだあんの8個以上用意するのやめろ、びっくりするわ、攻撃すると壊れたりするかな、ないちょうどいいね、ストップストップ、ラコボストップ、そして宝箱に行こうなんて見つけときたいね、範囲が全然わかんないよね、敵もいるし、ここ範囲外だ、狙う、気負いすぎるな、頑張るね、お、飛んでけ、オラオラオラ、それ、
知らないうちにヒットポイントがめちゃくちゃ減っている。協力してこう。はぁ、引っ込んどけ。はぁ、引っ込んどけ。はぁ、まだまだ。ウェールボーン。やってやら、エッジョアガリーンってな。アイテムのとこわかんないね。どこが範囲かすらわかんない。これだから無理。容赦はしない。入るのは。じゃあ当然の結果だ。あー、登んねえな。全然わかんない。どこだ。そもそもここだったっけって感じ。乙女のキッス。あ、やっとカエル治るやつ来た。カエルになった暴れん坊の王子が元の姿に戻るには乙女のキッスが必要だった的なね、昔話がありまして、柴田亜美先生のケールっていう漫画ではね、カエルの仙人が出てきますね。あ、そらいくら下探しても見つからんわけやわ。帰ろ。取ってきたよアンちゃん。おお、もう揃ったのか。渡す。うんうん、おう、うんうんうん、全部あるな。ありがとな。時間があるならちょっと待ってくれ。行くぞ。楽しそうに作るなぁ、おい。物騒な道具だってのによ。そりゃ楽しいさ。好きでやってることだ。それに、道具の評価は使うやつ次第。たとえ武器でもな。いや、武器だからこそだな。いや、なかなかごっついのが。これは俺の最高傑作だ。あんた使ってくれよ。俺は嫌ってくらい派手に使うぜ。好きにしてくれ。道具の評価は使い手次第って言ったろ。俺自身の評価も同じだ。俺が作った道具を誰がどう使うか、それで俺の評価が決まる。テロリストが使います。俺の中じゃな。そんなもん託すなよ。あったばっかりじゃねえか。その腕のアダプターな。最初にそれを作った職人はさ、あんたの未来を思いながらそのアダプターを作ったんだと思う。今は武器しか選ばないだろうが、半年後はどうだ、3年後はどうだなんて想像してよ。そのアダプターを作った職人の思いに俺も乗っかりたい。パフニール。その気になりゃ、その腕はでっかい泡立て器にもできる。100人分のケーキだってあっという間だ。ふわふわしたこと言ってんじゃねえよ。ケーキだけによ。いや、それがこの傑作の代価だ。いつかケーキ持ってこい。それまで死ぬな。変なやつ。気が合ってた。ああ、嫌いじゃねえ。クエストクリアなんじゃ。
別にここは町ではねないみたいなんで、町にたどり着かねばまだ結構先があるな。じゃあ物置からさらに南下していきますか。ここね回復ないのかな、座りたいな。町たどり着かないと厳しいか。回復したい、回復。別にファストトラベルで帰ればいいだけの話なんだけどね。はい、ということで、こっちじゃないね、こっちは。ここからさらに南下してみますか。おっと、おめでいった。おお、あえて遠回りをしに行くわけじゃよ。釣り人の泉、宝箱が3つ隠れておるぞ、見つけてもろう。まずは一つじゃ、ルビーじゃ。二つ目じゃ、ミストハイポーションじゃ。ラストは植えた。あった、乙女のキスじゃ。やっぱパラフェール的なものが欲しいよね。ということで、ここに飛び帰ってこれるんで、ね、ちょっと回復しに帰りますか。回復。じゃあね、回復してもう一遍行きましょう。